ロハ、こんにちは。ハワイのトリセツのピカケです。今日は住宅街からのトリセツです。ここはワイキキからほど近いカイムキというエリア、ダイヤモンドヘッドの KCC 側のふもとのあたりですね。そこにローカルに有名な、お惣菜屋さん、ちょっとスーパーのような場所があるということで調べてやってまいりました。ここです。こちらのフォートルガーマーケットです。住宅街の中にポツンと派手な壁画が目立ちます。中に入ると本当にシンプルな、昔こういうお店ハワイに結構あった記憶がありますが、そのまんまな感じです。結構ね、店内はまあまあ広いのかな。このお菓子何気に可愛かったです。いろいろ飲み物とかスナックも売っていますが、人気なのはこれね、プレートランチ屋さん、基本ハワイアンとフィリピーノの、プレートランチが食べれるお店、ポケも有名みたいです。午前中からね、かなりの人が出入りしていました。こちらがポケのメニュー、いろいろあります。あ、ピンク。This is the... これじゃない。サンプル取れました。食べてみましょう。はい。はーい。あら、これだよ、スペシャルだ。あ、これだよ、これ、これ。これ。これがスペシャルじゃん。あー、ピンク。よしと。待ってみて。あ、うまい。うまい？これは何？これは何？これじゃない？これ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 。あれよ。うん。あ、お、センキューセンキュー。デリシャス。はい。ローカルスタイル。持った？これはね、甘め。うん。それがいい？ローカルスタイル、ちょっとピリ辛な。ポケはもちろん単品でも注文できますし、ポケボールもあります。そして私たちが今回頼んだのはシンプリーアメイジングポケボールというもの。ポケボールの頼み方は、まずご飯、白米か玄米、寿司米、あとはグリーンサラダのチョイスがあります。そしてポケボールは2種類まで選ぶことができ、シンプリーアメイジングポケボールは1種類のポケの他にお肉とサイドをそれぞれ選ぶことができます。ポークベリー、あー、え、トライっていや、いいかな、やだよえ、やだよ、え、やだよ、やだ。あ、でもほら、ああいう風になってるよ。二つもらったから二つ。Thank you. 大きい方をあなたに。うん。ポーク。おいしいな。そしてこちらはハワイアンプレートとフィリピーノプレートのメニューです。普通サイズとミニがあります。こちらは全体的に茶色いフィリピーノフードです。私たちはよくわからないので、ちょうどね、お店のオーナーさんがいたんですね。その方に聞いて、一番人気のプレート、ハワイアンプレートの A というのを今回は購入します。ポケやポケ丼、プレートランチの他に、店内、日本でいうお惣菜のようなものが冷蔵庫に並んでいます。これは自分で勝手に取ってレジで生産できるものです。いろいろ、ほんとこれがね、昔のハワイアンのローカルフードだなというものですが、これはパパイヤのピクルス。よーくね、地元のおばちゃんこれ作るんですよね。ジップロックに入れてもらったりします。これは何かと思ったらオニオンスライスです。これは野菜のピクルス。その他には自家製ビーフジャーキーや、これはなんだかよくわからなかったんですが、チカロンバイトなるものがありました。ということで、車で移動してカピオラニ公園の手前、これ何パーク？
ハッピーパークじゃないよね、ここはね。モンサラットの、ワイキキハ、ワイキキエレメンタリーの横の。これがワイキキエレメンタリー。電車の練習してる。かわいい。なんか。店内にはイートインスペースがなかったので、車で5分ほど移動した公園で食べることにします。これが A プレートね。うん。すごいよ、これスモーク。ハエが来るよ、ハエが。オッケー。ラウラウ、久しぶり。うん。ご飯。で、これがなんだっけ、後で見せるわ。スペシャルポケボールかな。ロミロミもあって、さっきの豚もあって、うん、あとサイドに。うん、ロミロミ。あ、これロミロミだ。と、ココナッツハウピア、うん、おかしいね、ココナッツハウピア。ただのハウピアか。うん、ハウピアと、これなんだろうね。なんか、ピクルス、ね、ピクルスだね。お。はい、これが、ハワイアンプレートの A、ラウラウと、あれ、これがカルアポーク。うん、これは何て言うんだろうね。ピピカウラ。ピピカウラ、これが肉プレートだね。うんうん、ね、本当だね。あの、ほら、スクイッドルバムが今日なかったの。あ、そうだね。ね、ないって言われた。ね。すごいね、ハワイアン。肉、肉、肉。ご飯2つ。あ、飛んじゃった。で、これが、スペシャル、何スペシャルポケ。そう、スペシャルなんとかポケボール、ね。何選んだんだっけ、これ。そうね。この A セットについてきた、ハウピア、ここのデザートと、これはピクルスと、ロミロミと、これ飲むのかな？ソースじゃない？多分これが、ソース、チリソース。何にかけんの？わからない。お肉。これ。かけたことないかもしれない。ピピカウラって、なんだっけ、飲み物ないやん。カリ、ほんとだ、忘れましょう。飲み物ないやん。覚えていらっしゃいますか？カップ。マリヒのハワイアンのお店に行ったの覚えてる？その時にぶら下がっていたじゃん、お肉が。これ美味しいねって覚えてない？バーベキューの肉食べたやつ、うんうんうん、あれピピカウラっていうんですね。だから同じものだけど、あっちの方がちょっと美味しいだろうね、きっとね。何？ハムっぽいの？ハムっぽい？ちょっと私ポケを、でもすごいよ、ほんと。肉三昧の。いたいと思います。食っちゃおうか。そんな食べれないよ。ご飯がこれ、すごいです。下に全部入って、ご飯は寿司ご飯も選べるので、寿司にしました。どうしよう。それでは、もう試食して美味しかったけど、いただきます。これ、皆さんね。ありがとう。よいしょ。うん。うん。ピピカウラ。カウラ？うん。ラ？うん。美味しい。美味しい。これが、これ分けちゃう。あれなんだっけ？ポーク、なんだっけ？いや、もうひどいね。すぐ食べてください。また食べちゃう。うん。チャレンジャー。うん。なんで？何のスポーツかわからないのにいきなりかけてみました。結構、アイナさんチャレンジャーなんだよね。そうですね。見た目はさ、うん、私の方がチャレンジャーっぽくてさ、うん、アイナさんはさ、うん、だって私は見えるけど、結構逆なんだよね。うん、なるほどね。B 型なんです。B 型ですか、あなた。はい、何型ですか？ A 型です。あれ？逆かもしれないですね。そうですね。なんで B 型なの？そうなんです。B 型で、本当、うん、なんか珍しいものがあるじゃないですか。で普通は、これなんだろうってこうやって手に取って見たりするでしょ。で、みんながやってる間に口に入れるって誰かに言われたことある。また、誰が悪い。私ほら、いつもさ、アイナさん先に食させるじゃん。うん。でも全然普通に行くじゃん。そっか。気づかなかった。そう。うん。ちょっと食べてみて。うん。私うん。パコって。辛い、辛いとか言って私言うじゃん。うん。利用されていたのよ、私。そう、自分で辛かったりさ、うん。辛かったりさ、自分だったらあれだから。前ならすぐ行くやん。うん、行くすぐ行くね。結構何でもそうだよね。そうだね。うん、そうなのよ、あなた。こちらの。ここのプレートはとにかく量が多いので、
その A プレートだったら本当4人で1つでいいぐらいの量、それを考えると結構お安いと思います。ピクニックハワイはいいですよ。本日も最後までありがとうございました。それではまたね。あーふいほー。